本日の動画、ヘアドッグ清掃、梅雨の中休みの金沢市です。本日は香り動画ではございません。エアドッグのフィルター清掃です。3年目の使用感などもお伝えします。本編はスキップをご利用ください。おまけの金沢の季節の和菓子も見てね。夜や朝はすごく雨が降りました。用水も増水してすごく流れています。現在6時50分頃です。静かな武家屋敷です。エアドッグが当店に来て3年が経ちました。無事トラブルなく稼働しております。当初は2ヶ月ほどで清掃していましたが、最近は3ヶ月単位で清掃しています。未だにこちらの動画が見られ続けています。空間清浄の需要はすごいですね。空間の清潔感は癒し空間には欠かせないため、大変活用させていただいております。やはり一番のメリットは、フィルター交換代がかからないのが一番ですね。これに尽きる。シャープの空気清浄機もなんだかんだで3年で真っ黒になりますから、洗えるという意味では清潔感があっていいですね。緑が綺麗。着物が似合う通りです。おすすめします。ぜひとも夏の観光シーズンには武家屋敷までお越しください。こちらの木は季節により毎回違う表情を見せてくれます。それでは店へ急ぎましょう。エアドッグは細かな粒子の空間清浄に役立っております。そういえば大きな風も引かなくなり、ホコリでくしゃみというのもなくなった気がします。フィルター清掃の汚れ具合で性能を判断いただければと思います。それでは突き当たりはせせらぎ通り店に到着します。アロマ工房拓也到着。本日もいい香りを提供いたします。チャンネル登録してね。いいねもしてね。開店前に掃除を終わらそう。前回より3ヶ月経ちました。フィルターの汚れ具合でエアドッグの性能を判断してくださいませ。 C マークはクリーニングマークの意味。背面パネルを外すと自然と電源が切れます。各種フィルターです。プレフィルター。これが3ヶ月の汚れです。びっしりついとるな。片面を掃除機で吸い取りました。大きなホコリは掃除機で吸い取ります。こちら汚れの違いです。最後は掃除機で完全に吸い取った後、水拭きします。こんな感じで綺麗になりました。イオン化フレーム。イオン化ワイヤーフレーム専用クリーナーがあります。微細なホコリがついています。専用のブラシでそっとこするだけ。意外とホコリがついていました。マスクをしてすればよかった。裏面もきれいに磨き、念のため水拭きもしておきます。当店では入り口にシャープの空気清浄機があり、エアドッグは店の中央に置き空気清浄を行っております。香りだけでなく空間も気を使っています。拓也店舗内は快適空間だよ。アップの方を上に向けセットします。オゾン除去フィルター。こちらはオゾンを除去するフィルターでネジ止めされているので2、3回に1度拭き掃除する程度です。このようにネジ止めされているので
掃除はたまになります。今回は水拭きのみしました。エアドッグの外側、内側も水拭きします。意外に汚れています。結構重たいので取り扱い注意。囚人フィルター、細かい粒子のホコリやウイルスが付着しています。こちらも専用ブラシで水洗いするだけの楽ちん。ついている汚れ見えますかね。それでは洗い場へ GO。こんな感じで専用ブラシで洗います。どの程度の汚れかを中断して見てみよう。ちょっと分かりにくいかも。別視点で見てみよう。これでどうでしょうか。それでは本格的に磨いていきます。こんな簡単にランニングコストが削減できるのは本当に助かる。思ったよりホコリがついていました。よし、綺麗になった。綺麗に拭いてっと。あー、やってもうた。あとは1日乾かしてセットします。そしてリセットスイッチを押して完成です。長時間動画ご視聴ありがとうございました。おまけも見てね。綺麗になった。チャンネル登録してね。コメントもしてね。タクヤオフィスにて。1月1日は氷室の日。森八さんの氷室まんじゅう。氷室まんじゅう森八。そもそも氷室まんじゅうとは。7月1日は氷室の節句。金沢では無病息災を祈って氷室まんじゅうが店頭に並びます。石川の菓子として夏の風物詩といえる氷室まんじゅう。金沢では反省の頃、6月1日、現在7月1日は徳川幕府に氷室の氷を献上する日と決められていました。江戸まで無事に氷が届くようにと備えられた氷室まんじゅうは、氷室の節句に大切なものの無事を祈り、無病息災を祈って麦まんじゅうを食べる習慣として広がりました。娘の嫁ぎ先へちくわや入り米を添えて届ける風習もあります。始まりは享保年間、五代藩主前田綱紀公の時。金沢の生菓子屋道根谷彦兵衛の草案と言われています。まんじゅう屋が生み出した百万石文化です。和菓子屋がお家ごとにそれぞれの味で店頭に並びます。こちら森八さんの氷室まんじゅうです。和菓子界の重鎮。氷室まんじゅうは金沢ではご近所さんの挨拶代わりのコミュニケーションツールとしても活用されています。人と人を結ぶまんじゅう。今回両親からいただきました。中身はこんな感じ。賞味期限は基本当日か翌日です。ふわふわで美味しそう。森八さんのは酒感が結構効いていてずっしり重厚なあんでした。うまい。皮はしっとりもちもちでした。皮の色は違いますが味は同じだよ。以上、森八さんの氷室まんじゅうでした。もちろん余裕で完食。その日の夜、なんとご近所様から氷室まんじゅういただきました。
氷室まんじゅう越山寛成堂。越山寛成堂さんは昔からの金沢の和菓子の老舗です。食べ比べができ、ご近所様とのコミュニケーションツールとしての証明ができました。なんて幸せ者。本当にありがとうございました。詳細は動画を止めご覧くださいませ。こんな感じです。ペプシもあり、万全です。越山さんのは皮が弾力があり、あんはさっぱりしていてうまい。店ごとに全然違う。うまい。やばい、止まら。完食しました。幸せな日でした。長時間動画ご視聴ありがとうございました。また見てね。